皆さんこんにちは、ルナです。この石柱に書かれてある名前は日本人なら誰もが知っています。皆さんは読めますか？上部分の読み方はちょっと難しいですね。これは出雲と読みます。下部分は簡単ですね。これは大社と読みます。出雲大社は日本最古で重要な神社の一つです。今日は参拝日和なので行ってみましょう。この神社は数々の試練を乗り越えた末に国づくりの大業を成し遂げた大国主狼をお祭りしています。そして大国主狼は幸運や良縁をもたらす縁結びの神様です。ここは拝殿です。ここでは一般の方も参拝でき、多くの祭事が行われる場所です。日本各地に存在するヨウヨロズの神々は10月になると毎年恒例の会議をしにここに集まります。すべての神々がここに集まることから、出雲市では10月のことを神在月と呼んでいます。ここは十九社と言います。十九社は本殿の左右に位置している細長い木造の建造物です。ここは年に一度開かれる会議にご参加されるヨウヨロズの神々の宿になります。そしてここは有名な神楽殿です。おそらく日本の主要な名所の一つでしょう。ここでは結婚式や日本の伝統舞踊の公演が開かれます。出雲大社は縁結びの神社で、良縁祈願をしに人々が集まる場所です。非常に多くの人が恋愛成就や幸福を求めて日本各地からここへ参拝しに来るのです。そして今日は結婚式があるようです。結構よくあるんですよ。ここで日本の伝統的な結婚式を挙げたいという人が多いんです。花嫁が着ているのは白むくと呼ばれる伝統的な婚礼衣装です。白むくは約700年前の室町時代の頃から着られています。境内のあちこちでその人の運勢を占うおみくじを結ぶ習慣があります。強い生命力を持つ神木におみくじを結ぶことで願うが叶うとされていたり、良くない結果のおみくじを結びつけて悪い運気をその場に留めておくという意味合いもあります。そして人々は絵馬に自身の祈りや願いが叶った感謝を書き込み神社に奉納します。この人は運命の人と出会えますようにと書いていますね。ここに祈りに来る人の多くは似たようなことを願っているのでしょう。人々はお祓いを受け祝詞をあげてもらうためにご祈祷受付所に申し出ます。ご覧のように祈願の種類は様々あり、自身の願いに合ったものを選ぶことができます。受付が済むと神様に奏上する言葉である神主さんに祝詞をあげてもらえるのです。人生のある地点で誰もが自分の運命の人に出会えるよう祈りたくなる時があると思います。それは私たちにとって当たり前のことですよね。だからこそこの場所は何世紀にもわたって重要な場所であり、これからも続いていくのでしょう。ちなみにこれは日本最大級のしめ縄です。この近くや下に立っていると自分がまるで子供のように小さく感じられます。日本に来るとしめ縄のある場所をよく見かけると思います。しかしこういった文化を理解できるようになるためには日本語を読めるようにならなければなりません。ですので少し時間をとって漢字の勉強をしてみませんか？ Hi everyone! Happy New Year! We hope you can achieve all your goals this year. We are going to try to keep making videosSo don't forget to subscribe and push the like button if you find it interesting or helpful. Mm-hmm.
今日の最初の漢字はこのように書きます。1、2、3、4、画数は4画です。送り仮名のイをつけると太いと読みます。 In English 太い means fat。 お読みはタイです。例を挙げると、太陽、太平洋。例文は、冬の間は少し太りやすいです。そのため春になったらダイエットをしようと思う人は多いですよね。次の漢字は 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、画数は13画です。送り仮名のイをつけると遠いと読みます。 In English 遠い means far。 音読みは円です。例を挙げると、永遠、望遠鏡。例文は、父の趣味は天文学で望遠鏡を集めているんです。太陽を見るための特殊なフィルターがついたものも持っているんですよ。次の漢字は 1、2、3、4、5、6、7、 画数は7画です。送り仮名のイをつけると近いと読みます。 In English 近い means near。音読みは金とコンです。例を挙げると、最近、近所、近づく。例文は、最近よくカメラを持って近所を回ってるよね。アートプロジェクトを実行してるんだよ。現在の近所の写真を撮って10年後、20年後にまた撮る予定なんだ。次の漢字は 1、2、3、4、5、6、 画数は6画です。送り仮名のイをつけて多いと読みます。 In English 多い means many。 音読みはたです。例を挙げると、多様性、多分。例文は、新商品の開発にあたり社員たちから多様なアイデアが寄せられました。今日の最後の漢字は 1、2、3、4、 画数は4画です。送り仮名のないをつけると少ないと読みます。 In English 少ない means few。音読みは小です。例を挙げると、減少、少子化、希少。例文は、少子化の進行に伴い人口も減少しています。今後この問題が国にどのような影響を与えるのでしょうか。歴史的な場所を訪れるのはとても楽しかったです。その文化的な意義は言い尽くすことはできません。簡単な紹介でしたが、お役に立てれば幸いです。いつかあなた自身がここに来て見てくれることを願っています。漢字を覚えるには日々の練習が必要なことを忘れないでくださいね。